はいどうも皆さんこんにちは、ななゆうです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。本日の話題は2008年度慶應義塾大学の入試問題です。範囲は数3の積分法の応用、面積ですね。はい、本来、この問題は面積とそれから体積の問題なんですけれども、面積の話を結構膨らませようと思ってるので割愛させていただきました。で本来これは穴埋めの問題なんで記述ではないので答えがすぐ出れば、それで済んでしまうという問題なんですね。で実はこれ公式によって即答できるような問題です。でこの手の問題っていうのはグラフを、書くということとそれから積分を実行するというふうに2つその段階があるわけですけれども、グラフをいかに簡単に書くかそれからその積分区間が分かんないという積分ができないのでグラフと積分区間がすぐ分かるということと積分を素早く実行できるということが必要になるわけですよね。でこのグラフについても後半書き方について触れたいので、とりあえずですね普通に解いてみてそれから後半のグラフの書き方それから関連する話題について触れたいと思います。はい、それではまず問題から見ていきましょう。はい、A が0から1までの正の定数とするときに x は平面上で x が0以上 y が0以上第一象限の軸を含めたところですね。それに、A 分の x の2分の1乗プラス 1-A 分の y の2分の1乗が小なりイコール1によって定められる部分の面積 A の面積を求めようというわけですね。はい、で普通に考えてこれは、y について解きにかかるんですかね。ルートをついてる形なので、ルートの形に直せばルート A 分の x ですよね。足すルート 1-A 分の y イコール、小なりイコール1という形になってますね。で小なりイコール1の形になってるけど、イコール1という直線を考えましょう。これどういう曲線かを考えなきゃいけないですね。でy について解いてみるとこういう風になってこれ2乗すればy について出てきますよね。でこっちに2乗すると 1-2 ルート、ルート A 分のルート x 足す A 分の x という形になります。で左辺は1-A が出てきて y1-a かければこんな感じになりますよね。でこのグラフがどうなるかっていう話なんですけど、よくこれ見るとここ定数ですよね。定数とここかけてルートマイナスが出てくるけどマイナスかっこ 1-a の、ルート a 分の2ルート x っていう形してますよね。これってでもそのy イコールこの形のものは2乗すると y の2乗イコール結局 kx になって、これってその放物線じゃないですか。y 軸に接する放物線ですよね。y 軸に接するこれ無理関数ですけど結局無理関数って放物線なんですよね。だって2乗したら、2次関数になるので。ってことはこの残りの一次式ですね、ここの部分を足しても放物線であることは変わらないだろうというふうに見込まれますよね。でこれしかも y 軸に接しているので、その原点のところ0のところでは傾きがマイナス無限大になっていると思われます。で、ここの部分は、傾きが、a 分の1っていうのが出てくるけど結局0の時の傾き a 分の1なんていうのはマイナス無限大足したってマイナス無限大に変わらないので、つまり原点のところではマイナス無限大の傾きを持ってるっていうのが分かります。でまだ定義求めてなかったですけど、この形ですよね。この形でルートなんとか足すルートなんとかが1ってなって、これマイナスになれないじゃないですか。だから定義域は何かっていうと、まあこれ先に本来出すべきですかね。定義域はそのルートの中が、0から1まででなきゃいけないので、結局こうなるわけです。かつこうなるわけです。ということで、結局 x は0から1まで、a まで、0から a まで。それから y は0から1マイナス a までという値の範囲ってことになるわけですね。で、まあグラフをじゃあ簡単に書くとどうなるかというと、こんな感じになるわけで、第一象限でここが 1-a で 1-a の時には0になるわけですよね。で a の時には0になるわけです。片方は x も y もそれぞれ0になるわけです。で 1-a の時はさっき言ったけれども y 軸に接する放物線だっていうことで、そこでは傾きマイナス無限大になってるわけですよね。でそれに、a 分の1を足したところでマイナス無限大である事実は変わらないので、こうなってるはずです。で a のところで0なのでこうなってるわけです。まあここでの付近のところに関しては、まあ、微分して計算すれば分かると思うんですけど、ここでも接してるんですね。ここでもここでも、接してます。まあ、そういう状況になってるんですね。なので、求める面積って結局ここですよね。囲まれた面積ですから。はい、で、この面積を求めるのは当然積分になるわけですけど、まあ積分の式がこれなので、これ積分すればいいだけでしょ。そうするとまあ普通にルートが出てるからちょっと面倒くさいぐらいで、でも普通にできますよね。ということで、ここの面積 S は S イコール0から A までの積分ということになります。つまり 1-A のかっこ1マイナスルート a 分の2ルート x 足す a 分の x の dx と。あとこれ実行すればいいんですね。1マイナス a が前に出てきて、で積分をすればいいので、ここ x マイナス3分の4 4x の2分の3乗と足す 2a 分の 1x の2乗の0から a までということですね。で a を代入して、0のとこは全部0で消えてしまうので、a を代入すると a マイナス3ルート a 分の4の a ルート a とプラス 2a 分の1a の2乗となって、約分ができます。ルート a で約分ができるのと a の2乗が1になります。ということで、この中身ですね、この中身計算すると、これはa マイナス3分の 4a ですかね、足す2分の a と。ということで6分の2統一すると6分の 6a マイナス 4a 足す 3a で、8a か、ごめんなさい。8a マイナスプラス 3a で、9a マイナス 8a で 6分の 1a ですね。となって6分の1a1-a という形になります。これが答えですね。これが求める答えになります。まあ入試問題的には、試験ではこれで十分かなと思います。積分を普通に実行すればできるので、あと体積もありますけれども、あとそのね、体積の場合は y の2乗を計算して計算するだけなので、それもちょっと手間取るだけですよね。計算がめんどくさいだけで本質的に難しさはないと思います。でまあこれの続きとしてこれでも一瞬で出す方法があるんですよね。何かというと、この関数が放物線になるってことが分かれば、これ実は放物線なんですけど、ちゃんと証明はしてないですけど、放物線っていうのが知っていれば、型がつきます。というのは、例えば、まあこうやって2次関数の知識だと皆さんよく知ってると思うんですけど、こう2次関数の放物線の外から、まあ、どこでもいいんですけど、接線をこう2接線を引くって言った場合に、こっち側とこっち側でこう2接線を引くって言った場合に、接点とこう結んだところですね。こうですね。この面積比なんかはよく知られてますよね。ここの点がアルファで、ここの接点がベータになると。とすると元のこの接点のというか、この引いたその放物線の外側から引いた点はこの接点のこの中点になってるんですよね。2分のアルファ足すベータになってるってことはよく知られてますよね。で、例えばここの面積は、どうやって出すかっていうと、例のこの例えばこの放物線が y=ax の2乗とかで、まあ、a プラスとしましょうか。そうするとここは、6分の1の公式っていうのがありますよね。6分の1、6分の a、まあ、本来 a 絶対値がつくんでしょうけど、a プラスとしていれば、まあ、こんなふうになるわけですね。β−α の3乗になると。で、じゃあ 下側の面積はっていうと、ここちょうど半分になるっていうので、こっち側の面積とこちら側の面積同じになるんですよね。こちら側の面積と上の部分、囲まれた部分と、まあ右側と左側ですね。これ別に合同な図形ではないですよ。高さがもともと違いますよね。だけどこの緑色とオレンジの方は面積が同じになるっていうのは結構有名な事実で知られてると思います。証明もそんなに難しくないので今ここでしてしまいましょう。ここの部分の面積っていうのは、結局この上の関数から下の関数を引くとアルファで接しているのでこうなるわけですよね。で結局上の関数が ax の2乗なので、これ結局 y=a(x−α) の2乗になるわけです。a で接していて直線引いたらA で接してるんだったらこうなるしかないですよね。で同じように β の方も β で接してるんだったらこうなるしかないわけです。で同じ、y=a(x−β) の2乗になります。で、交点がここなわけですよね。それがここに相当してるわけです。で結局これ平行同士で同じ、これ合同なグラフですから、これとこれって合同なグラフですから。同じグラフなので高さが同じだったら当然ここは中点になるしかないですよね。というわけでオレンジ色の面積はここですし、ここですし、それから、右側のこの緑の部分の面積はここですし、そしたらこれ明らかにこれ合同じゃないですか。上側では合同な面積ではないですよ。合同な図形じゃないですよ。でも下側だったら完全に合同な図形になるわけです。まあ、これ原理としてはカバレリの原理ですね。その高さっていうかこの部分の線分の長さが一致してるってことですね。ここね。なのでまあこう上から下の引いた関数を考えると、まあ、完全に一致してしまって、例えばここの部分の面積はっていうと、まあ、0から2分のこれ引いたやつですね。β−α のこの距離が、ここからここまでの距離が2分の β−α なので、それの ax の2乗の積分ということになって、まあ、a が出てきて3分の x の2、3乗の0から2分の β−α ということで a かっこ2分の β−α の3乗、3分の1忘れてますね。そうですね。ということで、ハサ 20C で24分の A になりますよね。ベータマイナスアルファの2乗3乗で、それが2個集まってできるので、12分の1っていうのが出てきます。だからここの合計ですね。ここのちょっと色変えたいんですけど、黄色でわかるかな。この下側の面積とこの放物線で囲まれた下側の面積は、これは12分の1なんですよね。12分の1の絶対値のベータマイナスアルファの3乗なんですよね。なんてことがよく知られています。ということで、上の面積と下の面積の面積比は2対1になるんですよ。2対1になるんですね。これ線体試験では必須の公式で、よくたびたび出題されてるので知ってる人も多いかなと思います。で、これ放物線なので、放物線だって知ってれば、これここに面積こうやって長方形作ってしまえば、この面積の3等分になるんでしょ。ここの面積がここ2に対してこっち1になるわけですよ。だってその放物線の外から接線を引いて2接線を引いてるわけですから。というわけで、結局まあこの6分の 1A1 マイナス A っていうのは、三角形の面積が2分の 1A×1 マイナス A であって、それを3等分したやつだから、こうやって答えがすぐできてしまうわけです。こうやって出るよってことですね。はい、まあ放物線だって知っていることと、この公式をうまく使うっていうことなんですけど、まあ斜めってるので放物線だってちょっとなかなか気づきづらいと思うんですよね。なのでまあ一般形として、こういう形を扱っておきたいと思います。ルート x とルート y イコール1っていうのが、これがまあ標準形になってるかなと思います。これをその拡大縮小したやつですね。x 軸方向にa 倍の拡大とか、それから y 軸方向に 1-a 倍の拡大を行ったものが、まあ、問題の式になってるわけですけど、まあ、これがそもそも放物線になってるっていうことを知っておくといいと思います。でこれは別の動画でも上げてるんですけれども、なっていると。ただし、まあ、0から、1までの範囲です。まあ、その区間が決められているんですね。その中で、放物線になっているっていう、そういう、グラフです。だから、放物線の一部分ですね。ということが言えます。で、1とその1のところ、ここでは接してるんですね。こんな風になってます。で本来はこうやって続いていく放物線になってるわけです。でこれ形から、この式は x と y を交換しても式が不変ですよね。ってことは y=x について対称なグラフになっています。対称なグラフになっていて、で対称軸が y=x ですね。これが対称軸になっています。y=x が。で明らかにこれ y=x と置けば、2ルート x イコール1っていうふうになって、解けば4分の1っていう点を取るってことが分かります。だから4分の1っていう点を通るんですけど、さらにこれが直行してるので、もしこれが放物線だとしたら、ここは順線上に来るはずですね。で順線は y=x のこの軸に垂直なので y=−x になっているはずです。あるとすればですね、まだこれ放物線って証明したわけじゃないですけど、x+y=0 が、順線である可能性が高いわけです。まあ実際そうなるんですけどね。で、順線との距離が4分の1と原点のこの4分の1と原点との距離なので、ここの距離と等距離のところ、つまりここですよね。ここが焦点であるということが分かります。これが F 焦点ですね。であと要するに示すことは何かというと、この2の点を取った時にこの距離とこの距離が等しいってことを言えば放物線であるってことが証明できます。まあ、それは実際に計算すればいいので、まあ概略だけちょっと言っとくと、点 P この点 P を XY としてでしかもそのルート x 足すルート y が1という式になっていて、P とこの例えば垂線を下ろした PH の距離ですね、この距離なんかを計算すればいいわけです。ルート、x-2 分の1の2乗足す y-2 分の1の2乗、これがh との距離ですから、ルート1の2乗足す1の2乗の、ルート、x 足す y ですね。これ点と直線の距離の公式です。でこれ2乗して整理すれば、ここの計算省きますけど x の2乗足す y の2乗足すマイナス 2xy マイナス x 2x マイナス 2y プラス1イコール0ってなるんですよね。こうなんですよ。なのでまあこれ実はこれを2乗してルート x 足すルート y を2乗して変形した式とこれ2乗すると x プラス2ルート xy プラス y の 2y イコール1って出てくるんですけど、それをさらにもう一回2乗すると2ルート xy イコール1マイナス x マイナス y っていうのを2乗した式で出てくる式と全く一致するんですね。これ2乗して出てくる式とこれが完全に一致するんです。まあそれ実際に計算して確かめることができるので、同じ放物線だっていうことが、まあ、放物線だっていうことが証明できるってことですね。なのでまあこれが放物線であるってことは知識として持ってると、若干有利になるかなというふうに思います。これの手の類題っていうのはね結構出てますし、まあグラフをねわざわざ書かなくて済むっていうところですね。それからさっきのその放物線の公式が使えるっていうところで、随分と有利になるかなと思います。はい、というわけでまあy=x について対称だとかそういうこともグラフの考察で大切ですし、まあこうねいろいろと手順が重要な要素が含まれているので、是非ですねこういうのを単にその体積面積が計算できるだけじゃなくて、補足的な部分もフォローしていただければというふうに思います。はい、というわけで2008年の慶応の問題でした。ご視聴ありがとうございます。それでは失礼いたします。